はい、皆様こんばんは。ゴルフ夫婦のゆうとです。ゴルフ夫婦のゆかです。はい、本日はですね2024年度クラブセッティングと小物ご紹介させていただきたいなと思います。はい、でいろいろなんかその小物どんなものを使ってますかとか、便利グッズどんなものがありますかとかって結構あるんだけど、まず最初にそれをご紹介させてもらって、その後クラブセッティングをご紹介させていただけたらなと思います。はい、はい、でこれすごい便利グッズがあってですね、これからに向けてって感じですね。もう暑いがん、暑い、今日とかもちょっとラウンドしてきたんだけど、めちゃくちゃ暑くて、このザムストさんから出てる、保冷剤みたいな感じ。保冷剤ってアイスネックリング。アイスネックリング、うん、これすごいひんやりするんよ。うん、これちょっとラウンドの時にも使って、ちょっと今色があれなんですけど、だいたいこう22度以下であったら、の環境にあったら凍る、はいはいはい、感じに固体化する感じになって、めちゃくちゃ冷たくていいんですよ。なんかゴルフとか関係なくてもさ、庭作業とか草刈りとかするときに絶対もう今からの季節ってもう暑いがん、そう、絶対あった方がいいと思うんじゃん。で、まあ、外気温がね25度から35度だと、まあ、約90分から120分ぐらいかなっていう感じですね。でもう一個これすごいの、はい、もっとすごいと思う。これ間口がすごい広くて、これ氷を入れるんよな。で氷今ちょっと溶けとんだけど、そう、入っとって、でレストランとか用あるがん、あの氷自由に取ってくださいみたいな。これで首元にさらに、そう、それ何がいいって、首元につけた時に手がこうフリーになるじゃん。だいたいこう、アイスのというか、あのよくみんなが氷入れて持ってるやつ、手でこう頭、氷の、はいはい、押さえたり、首元を手で押さえたりとかしないといけないっていうのが、こうやってな、当てたりな、するもんなっていうのが大変だなと思ったから。確かにこれもね、冷たさが33度以下を、まあ約150分ぐらい持続はしてくれるから、2個併用するっていうのもありかもしれないね。これはほんまにもう革命的。それいいよね。だいたい90センチぐらいあるから、あの脇のとこに挟むとかでも全然ありだと思う。まあ取ってな、こうやってそう両方いけるじゃん。これめっちゃくちゃ冷たいんよ。うん、すごいこれ重宝してます。これはめちゃくちゃいいです。うん、で僕たち撮影の時はあんまり出してないんだけど、この折りたたみ傘で、そう、今までの傘ってだいたい普通のね傘をキャディバッグに刺すっていう感じが多かったけど、そうそう、これでめちゃくちゃ大きいん、だいたい130センチぐらい幅があります。これはええよな。これは、ね、で雨でも使えるし、そう、雨でも使える。なんか僕今までさ、ゴルフ用の傘って長かったが、長い、そうそうそう、ここに、ね、キャディバッグにな、そう、あれしないといけないできんかったりっていうのもあるんよ。そう、これね、これコンパクトに、うん、本当に入れれるからできるっていうのが一番いいし、あの試合の時とかは結構やっぱこういうのを活用した方がいいと思います。試合の時あるあるかもしれんけど、ゴルフ場の傘ってたまにちっちゃいのない、あるあるある。で数が3つしか入ってなかったりとかしたら、4人競技者 で1個余るから、もう使ってくださいみたいな、たまになるんだけど。急に雨降った時とかでも対応ができるし、夏とか本当に2人とかでもね全然入れるから、待ってる間とか。これマジでいい、折りたたみ傘っていうのがすごい。確かに私的にはその首のやつがね一番、これないいなって思う。冷たい環境に、でね、夏はゴルフをしないともうしんどくなってきてるんで、本当にそういったのもぜひ使ってみていただきたいなというふうに思っております。ザムストさんってあのサポーターとかの会社だよな。そうそう、サポーターとか、そう、でもなんかすごい野球選手とかも結構そういうの使ってるみたい。あ、そうなんだ。そう、これは本当におすすめなんで、その首のやつ一番いいなと、私傘結構、傘もいいな、使うから、折りたたみ傘がね一番いい。軽い？めっちゃ軽い。あ、そう、しかもこのポッチがないから。あ、なるほどなるほど、すごい。で、あの通常の折りたたみ傘ってさ、持ち手が結構短かったりするよ、ね、あ、3段階あるかな。これマジでいい、すごい。今日なんかめちゃくちゃ暑いんだけど、これあって全然違う。 99.99% 遮光というか。あ、そうなんだ、こもることもなさそうだしな。めちゃくちゃいい、おすすめです。いいな、羨ましい。いいですね。はい、はい、で、クラブセッティング、はい、行きましょうか。はい、いつもさ、大体の人ドライバーからやるな。うん、ちょっと逆パターンでパターから行ってみようか。パターから、はい。で、パターは
ツーボール。はい。これもう初期の初期のやつだと思う。あ、そう。うん。で、僕その今までツーボールのなんていうかな、違う形を使っとってたんだけど、うん、なんかそのショートする感じが多くて、うん、バシレウスのシャフト変えてから本当に良くなったよね。うん、でこのシャフトを入れるためだけにヘッドをこれにしたんよ。うん、言ってみたら、まあ、この相性も良かったのかもしれないけど、確かに。このシャフトがな、なんかすごいストロークが良くなる。転がり綺麗になったよね。ショートすることあんまなくなっただろう。大ショートとかはないし、なんか転がりがおかしかったもんね、前は。そう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 。でもそれがすごい良くなった感じがします。なんかこのパターに変えてギコギコしません。スーッとボールがいきます。著作権の侵害ですね。じゃあウェッジ。はい、これ GFU ですね。ちょっと逆に向けてもらう、そうですね、そっち向けてもらった方がありがたいですね。これですね、うん、今 GFU 発売中です、うん、概要欄に貼ってますのでね、うん、ベースで、はい、あの販売してます。新しいやつになります、うん、これがその前作は S20C だったんだけど、うんうんうん、これ S15C になったんや、うんうん、だから打感がもう全然柔らかくて、うん、数字が小さくなればなるほどこう柔らかく感じるんだって。だから20でもめちゃくちゃ柔らかかったんだけど、うんうんうん、さらに柔らかくなって、で僕そのアプローチなんかさ、パターの感覚でこうゆっくり球を運んでくれた方がイメージが出るから、うんうん、食いつきがいいからすごい打感が良くなって、うんうん、さらにちょっとソールの部分も結構こだわったりもしてるんですよ、うん、ちょっと 光っていけんな。結構違う。ここはね、こうちょっとこう平らになるように、うん、こうシーグラインドっぽいんだけどちょっとこう平らなになって抜けが良くなるような感じに、この輪郭をすっきりしすぎないっていうかな、うんうん、とても。でちょっとグースをセミグース、はい、うん、すごいいい顔してます。めちゃくちゃ拾いやすいんだな。そう、こうちょっと初心者の人にでも打ちやすいような感じで作ってます、うん、でこれが前のうんうんやつです。52と48、うん、ウェッジは584248、うん、でこの型、うん、最新の型がちょっと今めちゃくちゃ売れてて、まだ在庫が来てないよ。4852が、ね、うんうん、で4852も買えるつもり。またそのうち届けばっていう感じでした、うん、でシャフトがスピンウェッジ、アッタススピンウェッジ125125、見える？うん、よちょっと横向きにこういうやつですね。アッタススピンウェッジ、はい、うん、でグリップはイオミック、うん、これもう全部バックラインあり、もうドライバーから、うん、もうパター以外バックラインあり。あ、そう、うん、なんかウェッジでも僕バックラインないと気持ち悪いんだよ。あ、そうなんだ。で続きましてアイアンが5から P、はい、これですよ PXG、はい、僕の顔がすごいドアップになってる。ちょっと今一瞬間違えた、アップするとこ間違えた、恥ずかしい、ね、これですね、うん、でこの 0317T っていうモデルなんだけど、うん、この T っていうのがちょっと中級、うん、中空なんよ、うんうん、中がね中級、中空、中空のくせに、うん、あのすごいトップブレードが薄く見えて、うん、で打感もちょっとマッスル系な柔らかい感じだから、うん、あの隠れマッスルバッグみたいな。で ST っていうモデルもあるんだけど、うん、ST はもう完全マッスルバッグだったかな、うんうんうん、であっちの方が操作性はいいんだろうけど、うん、まあ、優しさを僕は重視してるから T の方にしました。なるほど、うん、で顔がいいよな、またはい、ちょっと顔を見せるのは私苦手なので、こんな感じの7番です。ロフトが確か33だったかな、うん、で標準、今の標準だよな。ストロングでもないし寝てるわけでもない、うんうん、っていう感じです。今のが7番、ね、今のが7番、うん、でアイアンのシャフトがアッタスアイアン、はい、115S、 うーん、でももうそろそろ変えようかなと思ってて、うん、もうフィッティング行ったんだけど、うん、LA ゴルフ、はあはあ、もう真っ黒のカーボンであるんだけど、僕はスチールよりカーボンの方が好きなんや、うん、あ、そうなんだ。なんか怪我しにくいとかって聞くし、うんうん、これもあの人によるんだろうけど、スチールの方が怪我しにくいっていう人もいるし、まあ、それはそれぞれ意見があると思うけど、僕はカーボンの方が負担が少ないかなと思うんで、うんうんうん、だしなんか優しい、なんか変な動きをしない感じがするから、う
LA ゴルフにしようかな。なるほど。めちゃくちゃ良かった。で7番でだいたい175までかなっていう感じで、まあ、10とか15刻みでいくんだけど、うんうんうん、まあ、そういう感じで打ってます。はい、続きまして、あ、ユーティリティか。ユーティリティは2本入ってて、うん、同じスペックというか同じモデル、うん、PXG のブラックオプス、はいはいはい、ですね、はい、それの19と22、うん、これがもうほんまになんか顔も良くて、うん、打感もいいし、うん、なんていうんかな、僕そのアイアン型ユーティリティの方がライン出しがしやすかったんだけど、うんうんうん、でユーティリティってこう曲がり幅とかすごい大きいと思う、はいはいはい、なんか重心距離とかの関係もあるんかと思うんだけど、うん、で4番タラコアイアン使ってたんだけど、うん、これの方がライン出るし、ああ高さも出るし、うん、まあそうよね、めちゃくちゃ楽になったんや。滑ってくれるからやっぱユーティリティっていいと思う、ね、そう、ラフとかも、うんうん、あの打ちやすくなったし、うん、ユーティリティはおすすめ。これめちゃくちゃ良かった。でツアー AD、うん、これハイブリッド用の D、うん、DI95S、うん、両方ですね。95S、 そうなんだ。重量帯もいいし、フレックス的にもすごい何も考えずに打てるっていうのが好きだ。ヒカルちゃんもさ、ユーティリティで 90g で入ってなかったっけ。そう、あ、そう、ヒカルちゃんすごいよ。プロタイプ の、 あの KBS だったっけ。そうなんだ。あれも結構人気らしい。あ、そう、うん、特にこれチップカットしてるもわけでもなく、うんうん、標準に組み上げて、うん、なるほどなるほど。4番ユーティリティで210、20、うん、で3番で220、30、うんうん、ぐらいかな。へっていう感じです。続きまして5番、ブラックオプス。これもブラックオプスです。うんうん、これがなちょっとディープフェースなんで、うん、すごく球が強くなる。あ、そうなんだ、うん、でも5番のロフトだから18度だから、うん、全然地べたで打ってもグリーンに止まるぐらいのスピン量は入るから、うん、で僕今までは4番ウッドを使ってたんだけど、うん、全然このブラックオプスに変えて、うん、飛距離も出るし高さも出るから、うんうんうん、すごいこれは重宝してる。へ、頑張ったら240ぐらいはいくかな。240もいくの、うん、でシャフトがバシレウス、トライスパーダだったっけ、うん、の 60S ですね。うん、うん、でこれもバックラインありのイオミック、はいはいはい、全てイオミックです。で続きまして、これたまたま今入れてるんだけど、うん、あのコースによってセッティングやっぱ変えたりするんよ、生意気なことに。で3番も PXG のブラックオプス、はい、でスタンダードに一応入れてます。これ中は見えないんだけど、あ、なるほど、ね、うん、で15度で、僕今まで3番ウッドって本当に高さが出なくて、ティーショットでは使えるんだけど、うんうん、地べたからちょっと難しいなと思ってたんだけどな、これだったら結構簡単。あ、そう、けどグリーンを止めれるかってなったらちょっと球強い、うん、球強い、あ、で僕の、まあ、特徴というか、もうどのクラブでも多分球をスピンかけて、うん、グリーンでキャッチさせるって、まあ、250ぐらいか、うん、はちょっと厳しいかなと思うんだけ ど、 なるほど、ね、もうグリーン周りの近くに行っとけばいいかな、まあ、ティーショット用かな、うん、基本的にはっていう感じです。これもシャフトはトライスパーダの 60S、 S、 うん、です。なるほどな、うん、で続きましてですよ、ジョイ君が寝ております。並行してますねひっくり返りました。ちょっとひっくり返りましたよこれ。ひっくりました。大丈夫ですか、大丈夫ですか、気持ちいいでドライバーがブラックオプス PXG です。はい、これ 10.5 度、10.5 度、うん、ノーマルですね。本当だ。で2種類あるんだけど、うん、0311のノーマル、うん、ブラックオプスのノーマルだったかな、うん、が結構僕の中ではスピン量少なくて、あ、そうなんだ、両方打ったんだけどこっちの方がスピン量が入るから、うんうん、僕には合ってた。だからもうスピン量がえげつなく多くて、スピン量すごい少なく打ちたい人は、うん、もう一個の方の方がいいんかなと思う。PXG 多分リアルロフトがもう 10.5 ぐらいなんよ。ああ、そうなん、うん、だ他のメーカーなんかは 10.5 って表記してても、うん、11.5 とか11度とかあるんだけど、ああ、
これはもう必ずフィッティングした方がいいと思う。9とかだったら僕は球が上がらなかったから、うんうんうん、でもそっちの方がいいと思ってて僕は、うんうんうん、やっぱリアルでこう、そうね、うん、ロフトはあった方がいいと思うし、でシャフトがバシレウスのトライスパーダ、これ 50S S なんだ、うん、なんかさ X ってなったら、うん、振動数的には他のメーカーと S 相当だったりすることもあるんだけど、僕 X っていう、こう思っただけでちょっとガツッといかんといけんかなって、ちょっと硬いなっていうイメージがあるってこと、うん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 、だから表記がもう R とか S とかの方が同じ振動数でもメンタル的にこっちの方がいいかなと思って今 50S にしてます、うんうんうん、ドライバーでどれぐらい飛びます？まあ普通のなんかインドアでデータ測ったら280ぐらいは行くんだけど、コース出たら260行ったらいい方、うん、全然いいかなっていう感じ、ね、ガチ当たりして270とかだったらもう最高っていう感じだけど、まあ200キャリーのバンカー230ちょっと頑張ったら超えるかなぐらいで考えてます。なるほど、うん、コース行ったらフレンチな、そうだね、うん、まあそんな感じかな。でキャリーバッグもで、ボールなんかボール何使ってますかっていう人多いんだけど、これがめちゃくちゃいいよ。ネクストジェン。このツアースペックってやつね。でこれがなんかな、スピンもいいし打感もいいし。ゴルフパートナーさんから出てるやつか。そうそう、うんうん。ネクストジェネレーションって言ってネクストジェンらしいんだけど。うーん、で、まあ、競技とかはもう今年から出るようになって。うんうん、もう呼吸がほぼほぼないかなと思って、まあそうだね、ネクスジェンで使ってる人他にあんま見たことないから。聞いたことなかった私も。あんまないだろう、うん、でもこれが本当にいいよ。でも作ってるところはブリヂストンみたいな話も聞くから、うんうんうん、中身は結局ブリヂストン一緒で、かなって感じ。で値段も安いしめちゃくちゃおすすめ。いいですね、これ本当に良かった。そんな感じかな。でキャリーバッグもこんな感じでね、うん、PXG だから小物もすごい揃ってるし、夏はそれで乗り切れそうやね。もう全然あるとないと全然違うと思う、うんね、うん、本当におすすめです。はい、はい、そんな感じですかね、はい、また来年はどんなセッティングになってるかちょっとお楽しみにしていただきたいんですけど、皆様のクラブセッティングもぜひ教えていただけたらと思います。そうですね。なんか小物でいいものがあったら他にも教えてもらいたいし、そうだね、夏場とか多分これから暑い時期になるんで、うん、どういう対策してますとか。そうだね、みんな多分気になってると思うので、うん、ちょっと対策があれば。これ氷の持ちも結構いいしな、うん、本当におすすめです。ぜひ皆様、はい、教えていただきたいと思います。そして使ってみてください、うん、概要欄に貼ってますんでね、はい、ぜひチェックしてみてください、はいはい、ではこの動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。